はいどうも、庶民チャンネルでーす。デュクシ、デュクシ、あ、デュルルルル、デュクシ。皆さん、子供に戻りたい時、ないですか？最近、自分ね、引っ越したんですよ。引っ越したあの街でね、駄菓子屋さんを見つけたんですよ。うわ、懐かしいって思って、いろんな商品があったんで、とりあえず、財布の中ね、小銭が、300円ちょっとしかなかったんで、300円ぐらいでなんか、買えるもんないかなと思って買ってみました。それがこちらになります。アンパンマンペロペロキャンディー、アンパンマンペロペロチョコ。はいはいはい、ヨーグルトのなんかちっちゃいやつ。ちっちゃい子の名前知らんかってな、これ。はい、まだまだありますよ。タバコのなんか、やつ。はい、続きまして、こちらです。グミー。でも形がね、あれなんですよ。形があれなんで。プリン。あ、見てください。プリンちゃんチョコ、かわいい。ガブリチューからの、そのまんまそうだ。これね、あの友達とかちょっと買って3つどれが当たるかみたいな、高校の時はやったな。めっちゃ懐かしい。泡コーラ、口に入れたらめちゃくちゃ泡になるやつみたいですね。これも楽しみです。以上となります。ではね、懐かしいからね、一つ一つちょっと開けていきましょうか。一応こちらサイダーヨーグルトですね。サイダー大好きなんで。うわっうわっうわっ、え、いや、小学校のなんか当時の匂いがする。開けましょうか。あ、くっそ。あ、粘土。思い出して、粘土の匂い。昔こんなん食べてたんや。懐かしないですか。あ、グレープ。皆さんはさ、どれ食べたのかな。コメントとかね、いただけたら嬉しいんですよ。あ、一番マシ。中がこれ、クリームみたいになってるんですよ。クリーム状みたいな。ヨーグルトっぽくなかったのかな？で、これ、ちっちゃいスプーンがついてたんですけど、どっかやっちゃったんで、食べていこう。こちらのスプーンでね、食べていこうかな。え、懐かしないっすか？みんな、知ってるかな？今の子知らんのか？こんな感じ。あ、クリーム。え、これ食べれんの？こんなん食べさせてくれなかったんですよ、親。なんか100円までのもんやったらいいって言われてたんですけど、昔100円までのお菓子はいいけど、明らか着色料とかついてんのがダメって言われてて。やっぱなんか、でもこれ冷やした方が美味しいわ。次がソーダ味。何がソーダなんやろこれ。あ、匂いはソーダ。あー、中にね、なんかシャリシャリしたものが入ってるんですよ。入ってて、このシャリシャリしたものがソーダの、ソーダみたいなのかな。美味しい美味しい。クリーム甘っ。昔はさ、こんなもんさ食べてたわけよ。なんか何でも食べれてたわけよ。大人になったなってめっちゃ思うわけよ。
はい、オレンジです。でオレンジはなんか見てください。これオレンジっぽい、なんかあ、ついてないですね。あ、おいしいおいしい。パンとか塗るのもありですね。パンとか塗って食べるのもありや。ただこれ冷やした方がいい。絶対冷やした方がおいしい。次どれ行こう。とりあえずこれかな。懐かしい。不良とかさ、遊んでたなみたいな。味でしたね。ラムネ、ラムネの味。硬い。ってことで硬いもんが続いたので、次こちらですね。プリンちゃん。プリンちゃん食べていきます。かわいい。こういうの大好き。でれん。かわいないですか。プリンなんですよ。プリン、プリンの味、めちゃくちゃプリンの味する。普通にカスタードの味が思ったら、プリン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 、このガブリチュー。ガブリチューは懐かしいな。感じたよ。めっちゃ感じた。高校の時めっちゃ思い出した。放課後に近くのコンビニとか行って、買ってね、お菓子とか買って、友達の家の前でよくたむろってたんですよ。飲み込めへん。はははははは。はい、うんぴくんグミでーす。見てる男子くんたち、俺はこういうのが好きやった。開けてみましょうか。おお、ペタリと張り付いてる。ついてる。匂いはコーラですね。食べていきます。懐かしい。でも食べてた食べてた食べてた、こういうの。うわ、めっちゃりしてる。うわ、うまっ。美味しいよ。めちゃくちゃ美味しい。コーラやと言ったら。はい、うんぴは以上です。ってことでね、次泡コーラ。いやこれかなり楽しみやねんけど、食べていきますね。これはどうなんやろ。マジ懐かしい。これをね、噛んだ瞬間口の中が泡泡になるみたいなんですよ。あ、早速泡泡。あのね、コーラの炭酸振った時に炭酸の泡が出てくるじゃないですか。あれだけ。あのコーラの下の原液なんてない。あれの味そのまんま。そうだ、これでね、酸っぱいやつが、はい、酸っぱいやつを一発で当てたらすごないですか。どれやと思う？って聞いたところで、これやと思う。甘っ。うまい、うまい、うまい。あ、これガムですね。ガムなんや。風船ガムやって。
これ甘いんかな。酸っぱいやつ食べた後はね、やっぱり甘いやつでしょ。懐かしいこれ。やあ、僕の顔食べてよ。僕の顔おいしいよ、カボくん。カボじゃないよ。はい、ってなことで今日の動画はここまでです。懐かしいね、駄菓子っていいよね。子供に戻れるから素晴らしいと思うんですよ。最後にこれを舐めて終わりましょう。すげえ、これはアンパンマンの顔になってる。僕の顔を食べてよ。またねー、バイバーイ。